こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。質問にお答えしたいと思います。カズピンさんですかね。やはりおそらくまだまだあると思われる松田聖子さんとの秘話、これにつきます。楽しみにしています。いやいろいろありますけどね、もう月日が経ってきてますのでね、まあ自分がやったことについては、まあ月日が経ってもねある程度覚えておりますけれどもね、まあどんなことがあったかな。とにかくね、アメリカでの、まあ、活動ですかね。でこれは前にもね、YouTube でお話ししましたですけれども、まあソニーのね信濃町のスタジオで、たまたま音を聞いてた時にね、パッとこうひらめいて、そうだ聖子をやっぱりアメリカでねなんか活躍させたらいいんじゃないかなっていう、そういうこうね映像がパッと出てきて、これが元で、まあアメリカへ行くことになったんですね。でね、行くに際してはね、そう簡単に、物事が進むわけじゃありませんので、まずソニーの中でですね、プロジェクトチームを立ち上げて、でやっぱりねアメリカですから、まあソニーレコードの中のいわゆる洋楽のスタッフですよね。やはり洋楽のスタッフの方に、みんな、部長さんとかプロデューサーとかそういう、まあ、要所の方にですね関わっていただいて、それで、例のビリー・ジョイルのプロデューサーのフィル・ダモンと、まあ、連絡取ってもらって、それでね、まあ、アメリカへ行くことになったんですけれども、まあこれも大変でしたよ。私はねやっぱりこう自分の中でパッとこう、まあ、その時ねこう感じる部分があって、それを信じてこう突き進んでいくわけですけれども、でねやっぱりソニーの中だけじゃなくて、まあ、事務所のサンミュージックにも話さなくちゃなんないし、それからもちろん、当事者の聖子自身にも、それから、ね、聖子の家族にも話さなくちゃなんないわけですから、やっぱりねみんな、まあなんでアメリカということでしたよね。これはだから、アメリカ行くんだ、絶対ね日本だけじゃなくてアメリカでもやった方がいいんじゃないかなってね、そういうふうに思った人は多分私以外にいないと思いますよ。でね、私の思いを、まあ、とにかく形にして、それで、まあ、アメリカへ行ってフィル・ダモンと、まあ、アルバムを一つ作ったわけでございますけれども、でまあしばらく時間が経ってね、まあ聖子もねアメリカにだんだん馴染んでいって、それでね向こうにその家を借りたりして、それでアメリカ本拠、それあれですね、まあそれからしばらく経ってもサンミュージックも辞めた後ですよね。サンミュージックも辞めて、自分で、自分の事務所でやってた時の話だと思いますよ。でね、私がもともと道筋をつけたわけですけれども、ね、あとはまあ聖子自身がこう自分でいろいろとやっていたわけですけれども、それでねだいぶ経って1900だからね80年にまあデビューして、でフィル・ダモンと仕事してのも1982、83年ですかね。でだからだいぶ1990年代だな。もうだからデビューして10年とか経ってからじゃないかな。でね、もうね私も全然私からも手を離れちゃったし、でなおかつサンミュージックもやめて自分でやってたわけですけれどもね、よくね
仕事でどうだこうだっていうのはほとんど何も連絡ね全然あのなかったんですけれども、突然アメリカから電話かかってくるんですよね。でちょうど土曜日か日曜日だったかな、私その頃ね、新宿の西新宿に住んでたんですよ。それで休みの日だったな、突然電話かかってきて、でやっぱりまあ仕事に絡んだことでね、やっぱりまあ日本と違ってね、やっぱりアメリカはいろんなもう習慣とかいろいろと違いますのでね、やっぱりそう簡単に成功といえどもなかなか順調にいかなかったり、いろんなことが起きたり、まあ、してたんだと思いますけれども、それで突然電話かかってきて、いや実はこんなことが起きちゃってですね、これどうしたらいいですかねみたいなことで、よく電話かかってきてましたね。多分何回くらいかかってきたかな。それもね、今日かかってきたと思ったら明日とか明後日とかじゃなくて、かかってくるとね、しばらく何もずっとなくて、またね何ヶ月か過ぎて突然またかかってきたりしたわけですけれども、まあとにかくやっぱりね、私から離れてもね、まあそうやってある意味で困った時にね、やっぱりこう相談の電話をくれていたってことは、まあこれは仕事をね一緒に縁があってしたわけですけれども、まあやっぱりね、この仕事っていうのはね、信頼関係だし、まあ縁だからね、これは何つったって、どんなに優れた方が集まってもね、物事が進まない時は進まないです。だから本当にこの縁っていうのはね、何なんだろうね、やはり相手を思う気持ちですかね、お互いに。そういうところにやっぱり一つの筋道っていうのはできてくるのかなと思いますよね。まあそんなことでね、今日はふといろいろ成功何があったかなと思った時にね、やっぱり、突然電話かかってきてどうだこうだっていう相談を何度か受けたことがありました。またいろいろとお話できたら、嬉しく思います。ありがとうございます。